こんにちは。新鮮堂薬局、鈴木邦明です。今日はオメガ3とかっていう話ではなくて、ざっくり食生活の意識の実態から何が分かるのかという話をしてみたいと思います。まあ、例えばカップラーメンが健康的な食品だと思いますかって聞いたら、まあ基本的にいや、そんなことないですよってみんな言いますよね。でも、じゃあ例えばサンドイッチは健康的ですかって聞いたらどうなります？大体の方は健康的って言うんじゃないですかね。で、もっと言うと、パンとかパスタ、うどんとかだ、どうでしょう。パスタとかうどん。健康的な食品、不健康的な食品。どっちだと思います？もっと言えば、白米はどうですか。白米の場合だったら、白米食べてる人、ね、もう絶対健康的って言いますよね。ですからね、そこ自体がもう本当はずれてるんだということを、理解していける人でないと今後相当苦労するんじゃないかなと思ってるんですけど、まあこれも当たり前のことなんですけどね、白米って逆にこの辺に白って書くと「かす」っていうね、読むんですよね。もう本当言霊、日本の言霊を前提にすれば、白米が不健康な食品と考えるのは当然なわけです。で、実際分類としては、私前回も、全粒穀類、穀物って何度も言ったと思いますけれども、こういう玄米とか発芽米とか麦、雑穀、こういうものは、健康的な植物性食品に入りますけれども、精製してある白米とかうどんとかパスタとかラーメンというのは不健康な食品にやっぱり入るわけですよね。もうここからやめていかないといけないので、まあ、だからそういう意味で言うとお菓子類ですよね。こういうお菓子類でも、和菓子ってどうなるんですよ。発酵あんこって私作ってるんですけど、あれはそのまま大丈夫だと思うんですけどね。一般的なあれか、買いにく和菓子ってことになるのかな。まあ、いずれにしてもこういう類のものは不健康なものに分類されていきますので、また食の意識を変えていってください。これで、インスタント食品とか加工食品なんかっていうのも、白米とか小麦が不健康な食品に入るわけですから、当然のことなんですけども、インスタント食品なんていうのは不健康な食品とかっていうレベルではなくて、食べ物ではないという意識を持ってくださいね。でも、冷凍食品の利用頻度っていうのがほぼ毎日っていう人が12%もいるんですね。びっくりですね、女性の方だとね。まあ、これが使用頻度なんですけど、女性全体の1割ぐらい、男性の9%ぐらいがほぼ毎日ということで、まあちょっと驚きますよね。で、ほとんど全く使わない、女性よりも男性の方が多いんですね。12%、15%。まあ、男性の場合にはあれか、冷凍食品使わないけど、その分外食してるって人が多いのかもしれないですね。まあ、ちょっと分かりませんけど、利用頻度が増えた食品、冷凍食品、餃子、冷凍野菜。冷凍野菜ってカット野菜のことですかね。ちょっと冷凍の野菜って見たことないんで分かんないですけど、うどん、そば、ラーメン、スパゲッティ、ピラフ、唐揚げ。男性は餃子、唐揚げ、スパゲッティ、うどん、そば、ラーメン、シューマイ。何なんだかな。まあ、とにかくこれ、ちょうど面白い論文があったので、まずご紹介しておきますけど、食べ物が悪いから勉強ができないわけですよ。で、そもそも食べ物の良し悪しで脳の性能が決まるんですね。で、良いものを食べれば脳の性能が上がるけど、悪いものを食べれば下がる。で、もっとこれ本質的なことを言えば、悪いものを食べればやる気が失せるんですよ。だからもうやりたくなくなっちゃう。だからこういう結果、本当私はね、不登校の状態で、もうそれもいつも言ってますけど、カウンセリングとかももういけないレベルの、不登校の状態だから、もうほとんど精神的に病んでて、統合失調症とかね、病名ついてる子が多いんですよ。まあ、もちろんそういう病院にも行けないで、家の中で引きこもって
ている状態の子しか来ませんから、でそういう子たちが本当に明るく元気に、学校で、この間もある高校生のお母さんが言ってたんですけど、中学の時の先生が、うちの息子を見て、別人って、本人って気づかなかったって言ってましたね、あまりの変わりように。そういう話もよくいただきます。で、これが何で面白いのが分かるのかというと、調査をした対象が A 校は進学校で、偏差値70程度、B 校は進路多様校で、偏差値50程度、この2つの学校の、食の実態、食行動の実態と影響という、ことが調査されていたので、で学校属性の方では、A 校の生徒の方が、A 校というのは偏差値高い方ね、偏差値高い方の生徒の方が栄養バランスの良い規則正しい食事を摂取してたと。食に対する価値観については、3つの解釈度全てにおいて、A 校の方が優れていたと。全て A 校の方が得点が高く、食事内容や規則正しい食事、健康的な食事を重視していた。知識得点、調理の方の知識得点、調理技術得点についても A 校の方が得点が高かった。で、あと生活時間なんだけど、ですけど、A 校の生徒の方が睡眠時間が長く、こちら10時間が少なく、家を出る時間が早く、家に帰る時間は遅いってことは、勉強な長くするからなんですかね。わかんないですけど、睡眠時間が長いっていうのを私は強調しておきたいと思います。それで食ですね、こちらの食のやつなんですけど、高校生の食生活について、食事が決まっていない、食事時間が決まっていない43.5%、塾とか行くからでしょうね。間食や夜食をよく食べる、ファーストフード、インスタント食品をよく利用する、4人に1人以上が、これが2013年ですね。それで4人に1人以上がインスタント食品を高校生が食べているということなんですけど、この中で、こういうふうに、身体不良っていうんですか、体調不良か、体調不良をうこう、うんと、例えば体がだるいっていうのは、40、たま、ん?これが時々か、時々という人まで含めて、いつもっていうのがこの17.8%、時々って入れると、60%以上。これも、立ちくらみも約、半分ですか。頭がぼんやりするっていうのも4割以上。本当にね。こっちがあれか。男性で、こっちが女性?あ、違った。ごめんなさい。これが男女ですね。体が、だるいが、女性が63%、男性は6割、男子が立ちくらみが43%、女子は50%とかね。本当に、前にも言いましたけど、このあくびが出るっていうのはね、脳がエネルギーちゃんと作れないよっていう状態ですよね。脳にビタミンとか、栄養とか、酸素とかブドウ糖が送られるわけなんですけれども、それが十分でないので、十分脳がエネルギー作れなくなっちゃうんですよ。で、そういう時って手っ取り早くエネルギー源確保したくなるので、あくびさせるんです。ですから、あくびを良くしているイコール、食べ物が悪い、栄養不足っていうふうに考えてもらっていいと思いますよ。食生活下位群は上位群に比べて優位に体調不良特典が高く、8割が日常的に体がだるい。本当に、とにかくこういうものを食べてる人たちほど様々な体調不良を感じているということです。で、もっと言えばこの飛行のことですね。これもこの人ははっきりと語ってくれてますけど、飛行時の生活を見ると例外なく朝食は食べない、食事らしい食事は家庭ではほとんどなく、外でスナック、インスタント食品ばかり食べている、当然栄養バランスは崩れ、子どもの性格もイライラして落ち着きがなく、不和来ん
負は雷動性が出てきて、すごい、こういう難しい言葉は分かりません。出てきて子どもたちは非行に走るなどの問題が指摘されている。まあ本当に私のね、20歳ぐらいまでの生活のことを、言われている気がします。1994年ですからね、これが出てるの。だから1980年代と90年代の方が本質的なことをついている論文が多いですね。2000年以降はほんと少ないですね。飛行要因は元より複雑と思われるが、食の乱れが飛行の第一歩となっていることは否めない事実で、これはもう私本当に自信を持って言いますよ。飛行はその子が悪いのではなくて、その子が食べたものが悪いから飛行に走ってるということです。もうこれだけは断言しておきますので、子どもさんがね、いろいろ本当に問題を抱えていらっしゃるなら、一日も早く食生活変えることをお勧めします。あと、このゲーム時間とね、こういう間食の回数、まあ間食って言っても、その内容はね、皆さんが大体想像つくようなものなんで、まあ物が悪い、粗悪な油を取れば取るほどっていうふうに考えていただいていいと思うんですけど、これが1日2回、間食を1日2回未満。だから1回ってことだ。1回ってことですね。1回以下ってことですかね。の、男子が556名のうち、約4割が、4割じゃない、56%が、1時間以上、毎日ゲームやってたと。で、1日2回以上間食するグループ433人になると、71.4%の309人が1時間以上ゲームをやってた。わかりますよね。だから2回より3回食べてる、2か、1回よりも2回以上グループの方がゲームを長くやる割合の人が増えてる。で、女子も同じで、こちらは593人中、1時間以上が195人、32.9%だったんだけど、2回以上間食をしているグループは424人中188人。で、分母数が170人も少ないのに、1時間以上やってる人数ってのはほぼ同じですよね。だからゲーム依存も10日間チャレンジで治りますので。ただ10日間ゲーム依存の場合ね、すごいゲームを取っただけで暴れちゃってる、家庭内暴力になっちゃうようなレベルの子いるんですよ。で、その子たちはね、10日間チャレンジやるときに、小麦立ちとか、肉、乳製品をやめるっていうのまでやらないと、ものすごく時間かかると思います。はい。本当にゲーム依存って大変みたいですからね、ずーっとゲームやってて、起きてるか、寝てるか、ゲームやってるかって感じみたいですね。で、ご飯も、ゲームをやりながら食ってる。本当にね、とんでもない状態なんですけど。まあ、とにかく、ね、今日強調したいのは、子供の場合には、食べたものの影響が大人以上に出るんですけど、出るんだよってことが一つ。で、もう一つは、もちろん、大人でも影響が出るということで、これは、不定愁訴ですね。だから、よく更年期の相談っていうのは昔はよく来たんですよね。今全然来なくなっちゃったんですけど、更年期障害、女性の更年期障害っていうのも、あれも詐欺で、単なる食い物悪いだけですからね。はい。まあ、それで、一応ここは、福山市の調査結果ってことで、分かったこととして、不定愁訴と野菜、タンパク質、海藻類の摂取のに、え?あ、摂取の多少には関連性が見られた。すなわち、これらの摂取が多ければ、訴えが少なかった。ね。だから、体にいいものを食べてたら、不定愁訴になる人が少なかったと。不定愁訴とインスタント食品、コーヒー、紅茶摂取の多少には関連性が見られた。これらの摂取が少なければ訴えも少なかった。まあ、この紅茶はわかんないんですけど、コーヒーっていうのは、なんていうんですか、私も500グラムの豆、生豆を、
10キロぐらい買っちゃったんですけどね、備蓄で。後になってから、ああ、しまったと思ったんですけど、コーヒーって農薬だらけなんですよね。だから無農薬のやつ買えばよかったって思ったんですけど、まあなるべく早く飲むようにします。はい。だから、紅茶は多分ちゃんとやつしたやつなら別に問題ないんだと思うんですけどね。もしかしたら砂糖とか入れるからかな。まあその辺が入ってくれば不定愁訴と当然関係してきますよね。はい。まあ本当いろんな昆虫食のこともそうなんですけれども、何でしたっけ、鳥インフルのこと言わなくなったなと思ったら、豚熱もなんか流行ってるみたいなことで、で卵のことは皆さんもご存知でしょうし、まあいろんな形で今私たちふるいにかけられてるというのが真実なんだと思うんですよね。でそのふるいにかけられてるっていうのを気づいている人と気づいていない人がやっぱりいらして、で今からちくわのことは気づき始めるんだと思うんですけど、もしかしたらこっち側の昆虫食とか食糧危機のことを気づかないまま終わっちゃうんじゃないかと。だからまあちくわのことに関しての原因関連のことをうやむやにしたいという動きが出てるのかなという気がしてるんですよね。まあ、いずれにしてもこういうことに気づくか気づかないのかっていうこと自体がいつも言ってますけれども、やっぱり食べ物で決まってくるので、今後もね、食べ物を買えない方にいくら頑張って言おうとしてもね、もしかしたら関わることで被害がこちらにね、助けようと思って関わった自分に被害が戻ってくる可能性もあり得るのでね。まあ、その辺のことをちょっとお伝えして、今日の話を終えたいと思います。ありがとうございました。